はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを始めていきたいと思います。まずデイリーガチャですね。今回のデイリーガチャはコンゴウリキ仕様ですね。そしてですね、ファインモーションガチャっていうのもやってますね。ファインモーションが 7% 出てまいります。ぜひぜひ。おっと、馬体が重い、軽い？そうですね、前走 WBC クラシック3着に敗れてます。ちょっと調子が良くない。そうそう、レースに出させないといけないですが。G1 がいい G1 がないんですよね。来週の京都記念に出しましょう。吉富は騎乗馬がない。460キロかな、ベスト馬体重は。そうですね、460だ。調整バッチリということで、京都記念になります。行ってみましょう。まあ、これは勝たないといけないよね。圧倒的です。
まあ、その分58キロを背負わされますが、それ仕方ないですね。さあ、レースです。さあ、スタート。どこにいるんだ？カトギウエット、最内か、最後方ですね。やはり我が道を行くといったとこでしょうか。ただ吉富って結構前に行く馬だから、ジョッキーだから、ジョッキーの相性は良くないのかもしれんな。東証愛か、最高は。ようやく上がってきたけど、届くんかな。あ、でも、鋭く伸びてきた。誰だ、あれ。ヤマニングローバルか。おっと、これはいい素足。しかし、ヤマニングローバルが、かわした、ゴール前。しかし、危なかったな。ヤマニングローバルに負けかけてるっていうのが、まあ200枚です。はい。というわけで、今回は京都記念をお送りいたしました。春競馬、なんとか、取っていきたいと思います。よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。